このタイミングだとここは走ってる、このタイミングだとここのフレーズは持たれてる、もしかしたら全部走ってるかもしれないし全部持たってるかもしれない。できるんならこれをやってほしい。はい、こんにちは、秀則ミュージックスクール校長秀則です。ノリです。メトロノームやドラムマシン生ドラムではないに合わせて演奏するのですが、いざレコーディングしたものを聞いてみると音がそのリズムからずれたりしてしまいますと。これはリズム感がないってことですか？ダウ上に録音するってことかな。自分のギターをドラムマシンとかを流してて打ち込みでもよくてってことですよね。それかメトロノームだけかに合わせてこう演奏して録音してて終わりましたって、これ自分でこうピーってこう再生して聞いてみるとめっちゃずれてるやんっていうことなんですよね。ということやと思って話をしますけど、リズム感がない人間は存在しません。これ大事ですね。みんな全員リズム感あります。自分のリズムっていうのは必ず持ってます。そしてリズムの概念がない人っていうのはいます。これは音楽のリズムに対する概念ですね。音楽が流れててこう乗れない、4つ打てないっていう、これはそのリズムの概念がなかったりするんですよ。4分の4、1、2、3、4、1、2、3、4ってこう均等にずっと拍が存在するっていうことができなくて、ボーカルの歌のリズムで乗るとか、ビンバンバンビンバンバンビンバンバンボン、あれこうビンバンバンビンバンバンビンバンバンボンじゃないですか。4つでっていう概念がないから、ビンバンバンビンバンバンビンバンバンボンってやるんですよ。これは微妙に合わせれたりするんですよね。でもこれビンバンバンビンバンバンビンバンバンボンっていうのはできないんですよ。音楽的なリズムの概念がない人っていうのがいます。これは2つ。でもその人リズム感がないってことじゃないんですよね。そしてこの2つを踏まえた上でドラムマシーンとメトロノームに合わせるのでも結構実はちょっと違うんですけど、これはですねリズム感がないんじゃなくて一番一般的に多いのは筋肉が足りないんです。メトロノームとかドラムマシーンにぴったり合わせれるタイミングでしっかりコントロールできるっていう根本の筋肉がない。だから単純にそのテクニックができてないんですよっていうのがまあ一般的には一番多いかな。あとは概念がないからメトロノームがめちゃくちゃなとこであるとかね。多分ねこの人はね録音したのを実際に聞いてずれてるって分かるってことはリズムの概念がないってことはないんですよ。何かずれてるなっていうのが感覚的に分かるんですね。この場合はもう単純にそこのタイミングでそのコードが抑えられてないとかそのピッキングができてないとか微妙にちょっと遅れたり速くなったり、まあ大体みんな速くなる方、走る方でリズムずれるんですけど、走る方でリズムが速くなってずれてしまう人、頑張って筋肉でコントロールしてその一個一個のうっていうピッキングを抑えなきゃいけない。抑えるのしんどいんですよね、コントロールでね。マジで女って歩くの遅えよなっていう、自分のペースで歩きたいよね、遅く歩くのしんどくないという風にギターをコントロールできてないんだろうなっていう、これがこのコメントを見る限りそうなんだろうなと僕が今パッと思ったってことですね。もしできるんならどこがどうやってずれてるのかっていうのを分析するのが一番いいですよ。このタイミングだとここは走ってる、このタイミングだとここのフレーズは持たれてる、もしかしたら全部走ってるかもしれないし全部持たってるかもしれない、どこがどのように遅れているのかっていうのを分析すれば、確かこのタイミングは走ってるんだったな、じゃあちょっと気持ちピッキング遅くしようとか、あこのタイミングはもたってるんだな、じゃあ気持ちピッキング早くしようとかやってこう一個一個こう合わせていけるじゃないですか、縦のラインに。できるんならこれをやってほしい。それができへんからリズムが合わへんのやっていうね。レッスン来てください、すぐできます、大丈夫です。根本パッケージとても興味あります。購入するべき人の基準や購入して練習することでどんな効果があるとか言える範囲で教えてほしいです。購入するべき人の基準その1、周りにギターやってる人がいて明らかに自分の方が歴長いのに明らかに周りの方が上手い、これは完全に根本が足りてない典型パターンなので、まあこれは分かりやすい。ギターソロなんか弾いてる時によく言いますね、みんなね、早かろうが遅かろうが指が分離しないんですと。え、遅くてもしないんですよ。はい、この人もそうです。速いピッキングができないんです。速いカッティングとかね、今言った2と3っていうのはコントロールなんだよっていうのが分かりますか。全部コントロールするっていうところに尽きるんですよ。遅くやんのも速くやんのも速くコントロールしたらいいんですよ。し、速くやろうって、それが根本が足りてないと速い動きっていうのは即座にできなかったりするんですよ。4つ目を言うなら、私生活で不器用やねとかちょっとしたことがなんかうまくいくことできない、なんかいるでしょ、何でもかんでもうまいことなんとなく卒
なくやっちゃうやついるでしょ。俺が鶴1個折ってる間あいつ5個ぐらい折ってる、しかも綺麗みたいな。日常生活での何かしらふとしたことの動きだったり器用さだったりっていうのがちょっと遅かったり戻ってる気がするみたいな人も、これ4番目、これも条件としておきますというお話でした。次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。はい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 、あー。